はい、こんにちは。それでは今日のね、マーケットの振り返りからやっていきたいと思います。日経金株価が39,442円ということで、0.35%マイナス、マイナス139円ですね。まあ、より月ですね、昨日のアメリカの CPI 受けて、まあ、米国株ですね、かなり下げていたんですけれども、まあ、そこからですね、ずっと上げるような展開で、5番もですね、この、値ねいっていうところをキープしましたので、割とですね、この下からのリバー っていうところが、まあ、取りやすい1日だったかなというふうに思います。で、トピックスはプラテンしましたね。0.15%でプラス4ポイントとなっています。グロースの方は結構ね、売り込まれまして1.46%というような感じ、マイナスですね、なっております。 日経気値上がり銘柄が104、値下がりが117という形になっていますので、まあ、少しですね、値下がりの方が多いですけれども、まあ、銘柄によってはですね、しっかりとプラス点していたような銘柄もたくさんあったかなと思います。で、強度の回見ていくと、時計レフとかファーストリテイリング、ソフトバンク、まぁ、あ、強度高い銘柄ですね。元々高い銘柄っていうのが結構マイナスだったかなと。それから、あーまぁ、あ、過方修正しました KDDI ですね。 それから、まあ、ちょっと材料も混んでっていうことで、セブンドアイっていうところですね。これのところが結構マイナスに繋がっていたかなというふうに思います。ヒートマップはこんな感じになってますので、ちょっと大型株のね、赤いのが目立つかなというような形です。 はい。で、業種別で見ていきますと、まあ、今日はですね、不動産のところですね、結構マイナスになっていて、一方で原油上がっていましたので、石油石炭とか、金辺工業、まあ、こののところがですね、えー、引っ張っていたかなという形です。まあ、電気ガスはですね、引き続き強いというような形ですね。はい。 で、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、KDDI で,ですね、えー、見ていきたいなと思います。えー、昨日の記事になりますが、あ前期最終を1.6%現役に下方修正ということで、えー、まあ、理由というところね、ここに書いてあるんですけども、まあ、ミャンマーの方の通信事業が営業赤字継続しているから、えー、回収して、 回収がチェンしてていいるためリースに対して引きって億円を計上とううような形でうーん、まあ、これ以上別にそんなにね、あの大きな材料ではないかなというふうには思うんですが、まあこれ自体がというよりは、やっぱりこの KDDI っていう会社そのものが、どちらかというとこの株主還元っていうところに、まあ重きを置いている投資家が多いんじゃないかなということ。まあそういったところを考えると、 あの、還元大丈夫というのが、ちょっと疑問符がついてくるような、そういった内容にはなってくるのかなと思います。まあ、直近でですね、あの、ローソンを買収するというような発表もあって、株価はちょっと下げているわけですけども、まあ、それプラス今回の過方修正ということになってくると、やっぱ資金的にもですね、この配当、まあ、増配とかしっかりしてくれるのかなっていう不安っていうところは結構あるのかなというふうに思いますので、そういった意味でちょっと買いづらいなという、今のね、状況でいきますと、 買いづらいなという印象は持っています。そして、えー、まあ、ファンダメンだとそんなところではあるんですけれども、まあ、チャート的に見てもですね、かなり危ない,い,い,いところに来ているかなと思いますので、まあ、そのようなところをですね、ちょっと共有できたらなと思っております。はい。で、突き足からですね、見ていきたいと思いますね。 で、KDDI はですね、えー、まあ、このような形で、今、上昇トレンドの範疇にいて、まあ、こちらですね、今、チャネルラインを置いていますけれども、まあ、ここのところもですね、1 2点と付いていて、まあ、3点目がですね、つけるかどうかっていうところだったんですけども、えー、ちょっとですね、このところで行きますと、このね、チャネルラインまでは到達せずに、今、下落基調という形。で、これ、見方によってはですね、これ、トレンドライン割ったっていう見方も十分できるんじゃないかなと思います。まあ、この付足レベルになると、ちょっと角度1 一つでですね、結構変わってきますので、まあなんともまだ言い難いところではあるとは思うんですけども、ただ、あまあ少なくともですね、今僕が引いている1点、2点、3点、4点ぐらいですね、えー、を結んでいるこのラインから明確にですね、今月足下落していまして、陰線ということになってますね。そして、えー、プラスなんですけれども、 え、ちょっとここを見てもらうと、4400円のラインっていうのがね、ここにありまして、この黄色いラインですね。で、このラインっていうのが、ま、突き足ベースで見てもですね、過去1、2、3回ですね、この下髭で巻き返しているライン。まあ、非常に硬いラインだったのを、まあ、今回ですね、下に突き抜けたという形になっております。なので、え、このままですね、まあ、まだ、あ今月3分の1ですけれども、このまま確定をもしするとなると、これは明確にですね、え、サポート終わったというような見方がされますので、より買いが入りづらいような、 え、形にはなっているのかなと思います。そしてですね、週足を見ていくと、さらにですね、その辺のところっていうのが、まあ、かなり意識をされるのかなと思うんですけれども、はい。 今、週足がですね、えー、こんな感じで、えー、ちょっと垂れてきて、高値をですね、どんどん切り下げるような展開。まあ、こっから行くとずっと垂れ下がってる感じですよね。で、これ結構ね、あの、稲穂型っていう風に呼んだりするんで、ちょっと今ね、画像を持ってきたんですけれども、この稲穂のね、垂れるような感じで、 グレーと、今垂れていますよね。で、この形っていうのは結構ですね、その後急落ドスンと、えー、行きやすい形なので、僕も結構ね、警戒をして、えー、見ているこの形になるんですけども、まあ、周足ベースでそれが今起きてきているんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、真上のところを見ていきますと、 ここにね、週足ベースで綺麗な三尊できてるんですよね。左肩、中央、最高値、ね、右肩、まあヘッドショルダーって言ったりもしますけども、まあ、この三尊形成がかなり綺麗にできていて、そしてこの4400円のこの横軸のラインっていうのがそのネックラインになっているので、まあ、このラインで今まではね、下げ止まっていたわけですけれども、まあ今週足っていうのが、まあこのまま明日でね、金曜日終わりですけれども、確定してしまうと、まあ、明確にですね、えー、この三尊っていうところが意識をされた上にネックライン割れというような形になるので、えー、非常に 足足的にには厳しいいななっっててくるのかなと思っていますで最後ですね、冷やしの方もぜひ見てほしいんですが、はい。冷やしでいきますと、まあ、このような形になっていまして、まあ、先ほども言ったようにですね、このライン、横軸の4400円のラインですね、まあ、この辺のラインというところはあ十分意識をされていて、で、えー、やっぱりですね、この高値切り下げ、えー、っていう形ですね、えー、これが非常に気になるなと。それから、あやっぱりここのですね、 ま、短期間ではありますが短いトレンドラインっていうのも一応意識をされていくような感じもしますので、なるべくですね、これ早めにこの4500円を回復する、プラスこの下落のトレンドラインですね、今進行しているのをこれを上に抜けるような動きっていうのが出てこないと、ちょっとずるずるとこれ下に行く可能性っていうのがだいぶあるのかなと思っております。まあ、特にですね、 この半年で買った人たちっていうのが今全員含み損になっているような値位置になりますので、当然この真上のところですね、特に4400円から4600円ぐらいの、この200円幅のしこりですね、このしこりっていうところもかなり気になるところではあるので、まあ、仮にこれを4400まで戻したとしても、その上はかなり苦しいところを、ね、価格帯になりますので、なかなかこの上昇っていうところはですね、時間がかかるんじゃないかなと。よほどのここから好材料とか、ね、出てこない限りは、なかなか、えー、株価を戻すのが え難しいんじゃないかなというふうには思っていますまあ、そういう意味で言うとまあ、この値位置 安いなとこういう感覚はもちろんあるんですけれども、まだ、あここは買えないかなというふうには思います。まだね、配当っていうところもここでもね、4%もありませんので、そういったところで言うと、まだまだ下げてきてっていうところは十分に考えていいのかなと思います。で、最後にですね、下げ止まりっていうところがどの辺かと思って、いろいろ見ていたんですけれども、一応意識されそうなラインとしては、過去にもですね、このサポート法になっているラインですね、これが4150円。それが からその下で行くと4050円ぐらいのラインですね。まあ、この辺のラインっていうところは え、ここですね。2023年、ね、8月に一番急落したところで、えー、切り替えしたラインでもありますけども、まあ、この辺の価格帯っていうところまでの下落っていうのは一応覚悟はしておいた方がいいのかなと思いますので、まあ、逆に言うとこの辺に入ってきた時っていうのはですね、えー、ちょっと買いのチャンスかなというふうには思うので、この辺でね、下げ止まるような動きっていうのが、まあ、冷やしベースでもし作れるのであれば、えー、ここは狙ってもいいのかなと、そんな風に思っております。ま、決算ね、まだ 1, 1ヶ月ぐらい先に ありますのでまあそれまでの動きっていうのを見てからエントリーするで十分で十分ではないかなと思いますので、えー、ちょっとね下がったからといって、えー、まあ寝転がいっていうのをしていくとちょっとね上のしこりとかに巻き込まれてどんどんズルズル下げられるまあその心配が強い今形になっているのかなというふうに思いますのでまあ、参考にしていただければと思います はい。ということで、今日は9433の KDDI ですね、えー、見ていきましたあ。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ぜひお願いします。それから今日の20時からですね、えー、オンラインサロン多の方でやっておりますけれども、オンラインサロンの方で、えー、分析ライブね、やっていきますので、えー、まだ参加していないよという方は、概要欄の方からですね、えー、チェックしていただければと思います。LINE 経由でね、入っていただくと、お得に参加できるクーポンも用意していますので、えー、よろしければお試しください。 それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。